今配信する前さ、誰が SK の誰が配信してるかなと思って見たんですよ、ランを、アイドルランを。そしたらまあいつも通り中坂いて、で古畑さんがいて、その下まで見たらさ、ルカさんがちょうど始めててびっくりしたのルカさんが配信してるの今、すっごい可愛かった。しっかりね、ルカさんルーム入ってちょっとだけ見たけど喋ってなかった、まあ、始まったばっかだったし画角調整してた、可愛かった。そう、 MC でもさ、ルカさん半年に1回ぐらいしか配信やったことない、やらないって言ってたから、え、その言ってた半年に1回が今日？と思ったんですよかわいかった。久しぶりに見ました、ルカさんを。2週間ぶり。あ、ギフト、あ、なんか新しくなってる、ミアボール GG。 え、かわいい、チンアナゴだ。なんで海？人でもたくさん、ありがとうございます。コメントするの初めて、ありがとう前髪伸びてるからさ、もうじゃない。え、ルカさん夕方も配信してた、そうなの、知らんかった。レインボースター、チンアナゴ、タツノオトシゴだ、かわいい、ありがとう。ハビさん見てるかわいい。さや何してたの今日はですね、何してた、もう2週間ずっと、あ、まだ2週間じゃないか、明日でやっと2週間経つんですけど、ずっとお家にいる期間で、そう、もうなんか毎日同じことしかしないからさ、新しいことしてなさすぎてちょっとやばいなって思い始めたし、1日経つのが早い、何もできてないから。そう、気分をね少しでも上げようと自分でねネイルしたのメールで言おうと思って言ってなくて配信で言っちゃった。ちょっとね色が薄い、本当はね白か黒がいいんだけど、今家になかったから自分で塗ったの。そう本当はネイルしに行きたい、初めて、一回も私行ったことないんですよ、ネイル行ったことないの。そう、いいね、似合う、ありがとうございます。さあ元気そう、元気ですよ元気ですよ、しっかり。ハッピーさんかわいい、ありがとうえ、チンアナゴかわいいかわいい、出てくる、なんかちょうど今ハッピーのここら辺が出てきた、かわいい、目つぶった。さあ寝るしないのかと思った、いやしたいんですよ本当はね、昇格してからずっとしたいと思ってる。でもまあタイミングとかあるじゃんそう、私もまだね今やるタイミングではないなとは思ってるから、もうちょっと他人から認めてもらえるようになったらやろうかなとは思ってるちょっとね、そう、かわいい、タツノオトシゴたくさん、ありがとうございます。タツノオトシゴ出てる画面に、出てなくない、なんで出ないやつ、もしかしてこれ人で、人でも出ない、そうしたんやそうなんですよ、前髪やだ、この
シャツ何回か着てる気がする。メールでは写真で送ってるかな。あ、これアニメっていうんだ。ギフトでも貝殻もない。たくさんありがとうありがとう。今日は土曜日だったので、イルマくんとヒロアカの日だったじゃないですか。私なんかね、自分家にあるテレビが2つ同時に録画ができないからね、ヒロアカの方を録画優先してるんですよ。でね、リアルタイムでイルマくんを見てヒロアカを録画して、イルマくん見終わった後に録画したヒロアカをさっき見ましたよかった。でも相沢先生がやっぱ好きだわってなって、まあ、その前にイルマくんなんだけど、イルマくん最高。アズアズが可愛いいや結構ね、私の中で本当にハマってる。イルマくんも、イルマくん可愛いよ。見てない人見てみて、ヒロアカ見たよっていう人見てそう、即見たの。そう、相沢先生かっこいい本当に。いやもう泣けたよね普通に映画見た？映画見てない。あの濃厚接触者なので2週間お家にいなきゃいけないから、何もオタ活できてないですね、はい、本当に。映画もさ、そう見たいけど見れないの。そう、あのさ、入場特典でもらえるじゃないですか、冊子。冊子がもらえるじゃないですか。あれがお店によっていつなくなるか分かんないじゃないですか。あれさ、結構もう特典終わってるのかな。ハートとかチアナもたくさんありがとうございます。ハビさん泣いてない、これ口呼吸の音泣いてない寝言でもないの。あ、もうない。そう、それね、私が濃厚接触者になって映画が早くに見れないっていうことを分かって、家族にあの興味なくてもいいからヒロアカ見てほしいって言ったんですよ。そしたらまあ誰もいなくて当たり前なんだけどでお父さんがすぐ連絡返してくれて、あのそれは見なくてももらえるのみたいな、買えるのって言われて、買えるんだったら買いに行ってあげるよって言ってくれたんですよ。うわ優しいと思ってそう、でも数日後に家に届くから待っててって不意に言われて、お父さん買ってくれました本当に本当に優しいもう本当にね、私もこんなにハマって好きっていうことを、まあ、前からね結構話してたし、何日か分けて家族に連絡してたんですよ優しいそう、で今あります。でもさ、あれって中にも書いてある通り、映画を見てからじゃないと結構ネタバレがあるって書いてあったから、まだ見てないんですよ。ちゃんと映画を見てから、あの入場者特典の冊子を見るってちゃんと決めてます今ありますよしっかりあるよ。
だし、あの透明のブックカバーもつけた。そうだよ、しっかり綺麗に保存してある。もう嬉しいわね。でもさ、そうまだね、あでもあと少しでお家から出られるので、そう、そしたらすぐに最新刊を買いに行きます。イルマくんとヒロアカだね。あとなんだっけ、ちょっと待って忘れちゃった。ね、なん忘れちゃったと。今流行ってる、流行ってるか分かんないな。まあいいや。ハートたくさんありがとうございます。怪獣8号、怪獣8号っていうの、なんかそう TikTok でもね結構流れてくる。いつかは見たいなって思ってる。東京リベンジャーズは面白いなって思った。本当に面白い、全部見てる今、最新話まで見てる。いや漫画そう買おうかなっていうレベルまで行ってる本当に。もうダメだ、今の自分の楽しみがアニメと漫画しかなくてダメ、本当にやばい。あ東京グールは本当に面白かった。アニメしか見てないんだけど、まあ自分の好きな白髪がいるので本当に白髪の人一番好きよね。本当にかっこいいと思う。ルカさん持ってた東京リベンジャーズ、確かに前ね兄じゃないよの収録待ちの時にルカさん漫画持ってたよ。確か東京リベンジャーズだった気がする。読んでた、かわいい。そう白髪にはね本当に目がないの、本当にそう。また実写版ヒロアカやばそうな感じ。そう私も今日朝起きてさ、ツイッターのトレンドを見たら実写版ヒロアカってあって、はにゃだよね本当に。でも日本じゃなくて海外だよねあれ確か。でも海外の映画ってさ結構すごいじゃん。あ、ごめんねしてる、ごめんねしてる、ガチね。あ、来た。だからちょっと期待してる部分もあるし、どうなんだろうっていう心配、なんて言うんだろうな気持ちがある。どうなんだろうね。でもアニメだからいいっていう作品が多分世の中多いじゃん、日本のアニメ漫画界ってね。わかんないわ、何も言えない。そうね、だから東京リベンジャーズの実写今映画やってるじゃないですか、あれも見れるようになったら見たいなとは思ってるんですよ。楽しみだな映画見るの。でもいつになるかわかんないけど。誰かわかんなくなる、確かにな。はい、そうだよね、髪色と服装で判断するしかないよね。こんばんは、こんばんは。
りさんかわいい、ありがとう。あ、そう、今日 AKB グループの SK がフューチャー日だよね。そうだから、それもあってやろうと思ったんですよ、配信。今回もアバターもらえるの？星とかポイント貯まったら。ランダムかな、これまた。かわいい、チアナゴ、ありがとうございます。ハガレンの実写、あー前あったって言ってたね。え、それってニーナもいるの？そこが一番重要かも、私の中で。あ、ランダムで会ったらやっぱ一緒か。前と違うのかな、アバターの作り。うん、ニーナの部分はやらない、新しいストーリー。あ、あれ前と同じじゃない、アバター。あ、続きなんだ。あ、そうなんだ。ちょっとでも変わってるのかと思ってた。サヤが当たらない。え、そう、結構言われた、前回の時も。悩まれた。いいな、私誰持ってるっけな、忘れちゃった。推しはなかなか出ない。そうね、確かに私も4つぐらい持ってるかな、4つしかか。だけど里川さん出なかったもん。こんばんは、こんばんは。どのくらいやろう。あ、そうだ、次の公演が8月20日。もう8月だよね。8月だ、8月20日で出るんですけど、その日がアーヤの生誕祭です。アーヤのファンの方がねいっぱい入ってくれればいいけど、どうなんだろう。いや、私は約1ヶ月ぶりぐらいの、多分ね、多分1ヶ月ぐらいの公演だから、すごく緊張するよね。不安、まあポジションによってだけど、それは緊張しちゃうよね、普通に。最後に出たのいつなんだろう、先月、7月。そう、久しぶりです、生誕祭。体力はだいぶ落ちてると思う。いや、家にいる期間踊ってないんですよ。踊りにくいし、鏡が壊れちゃって割れてるんですよ。その割れてる鏡で踊ったらなんか不吉なことがありそうだなと思って使えてないし、19日開くと緊張する。緊張する、本当に。慣れたポジションでも緊張はすると思う。でもね、練習できるようになったらすぐにでも始めないといけない。あ、最後に声出たのが青学か、やばいね、19か。あー、そうなの。え、そう、足ね、ゼップ福岡の時に結構来たんですよ。まあ、その前に青がもあったから、青がでしっかり足に来て、あの2年前と同じような痛みが来て、でも、ゼップが終わってから足の病院に行こうと思ったんだけど、あの外に出れない状況になったので、行ってないので分かんないんですけど、でも家でマッサージしたりとか、足の筋トレ。あのなんだっけ、ローラー、もう名前忘れちゃった、ローラーをやってたり、ずっと休んでたら足が治ってきたので、病院はもう行きません、今は。また本当に痛くなった時にすぐに行けるようにしたいよね。あ、
フォームローラー、そう、それだ、それ筋膜リリースってやつをやってるんですよ。楽しいね、あれ。痛いんだけど痛気持ちいい、あれ。でもね、あざができる最初だからなんかね、前回疲労骨折した時に針もやってもらってたりしたんだけど、針あんまり治んなくて、私だから、うん骨折に針はまあ意味はないよなと思って、もうちょい考える。そうですね、そう、痛いの。テーピングの正しい巻き方、そう、前針やったところの先生からは教えてもらったんですよ。動画もあるかな携帯変えちゃったからなさそう今。あ、針はずっと通わないとダメ、当たり外れがある。あ、そういうことね。だからか、何週間か行ったけどそれじゃあ足りないってことか。いやー、そうか そうだね、針か、針すっごい痛かった、本当に痛かった。初めてやったもん、2年前、あんなに痛いの。なんか中に入ってくる感じがすごい伝わってきた。そりゃ痛いよね、肌に刺してんだもん、針を。よくさ、顔に美容針やってる方いるじゃないですか、芸能の方。あんなに痛いのを顔にやってんのって思ったらすごい怖くなってきちゃった。自分もさ、あれ見た、綺麗になるためにはやりたいなと思ったけど、怖い怖いなって思った。でもやりたい気持ちはある。まあでも自分が綺麗になるためにってなったら痛くても我慢できるのかな、どうなんだろう。まあ大人になった時にやればさすがに泣けないじゃないですか泣いたら恥ずかしいから、どうにかしてでも我慢してできるか。そう、須田さんがよくやってるイメージ。あ、美容針は細い、そうなん。まあやっぱ違うよね、針の。で、それに電気を流すんだっけ、もっといいやつだと。いや、わかんない、いいやつがわかんない、やったことないから。そう、通ってるゴッドハンド先生の針痛くない。ゴッドハンドかっこいい、私本当にね、整体に行きたいの、一回も行ってない、本当に行きたいの。若干の猫背を直したいっていうのもあるし、あとはほぐしてもらいたい、ただ単に美容針そんな痛くない。おお、ちょっとなんかいつかやろう、やりたくなってきた。大丈夫かな、なんか久しぶり配信になったら物騒になる、私の住んでるところこれは、カンカン言ってるから火事？すごい近っ通るところが近いねそう、なんか配信してないかった、この2週間3週間、さあんまうるさくなかったんだよな配信するとこんなうるさくなる、なんでだろうふふふふ。雨はね意外と降ってないの、私のところは。なんか名古屋って言ってもまあ広いからさ、ちょっと離れたところでも降ってる降ってないの差がさすごい激しくない？雨風ないの。そう、だからみんなの方がすごい心配で、大丈夫？
ずっとさテレビのここら辺にずっとね警報区域のさ情報が流れてるじゃん。怖いよね。あ、そう、スマホに今日来た、昨日。あれ、私神奈川で携帯買ってるけどなんで愛知の来たんだって一瞬思ったけどさ、位置情報でちゃんと分かってるんだね携帯と思ってね、感動したの携帯がもう神奈川じゃない、愛知だと思って、そうびっくりした、そこにでも音のでかさにもびっくりした。そっか、位置情報か、ちゃんと、そう、神奈川が家族からやばいって言われた時もちゃんと私のところにはなってないので、すごいね携帯確かに外に出てたらみんな鳴ってびっくりするよね。私はお家にいたけどあれ切れるんだ、知らなかった。あ、でもマナーモードだったらならん、え、なりそう、でも緊急だもんね。へえー、タブレットならなかったな私、 iPad なんでだろう。あ、授業中、私も高校生の時になったことあった気がする。みんな大騒ぎ、楽しそうだった、みんな何が楽しいのか分かんないけどでも高校生っていいよね、何でもさ楽しめるじゃん。私はまあ楽しんでなかったけど見てる側だったな全部。そっか、 iPad もなんか設定しようかな。確かに2台持ち3台持ち怖いね確かにね。先月さ本当にやることまああったり、まあ、多少時間はあったけど大富豪先月やってなくて、自分のね推しメンランキングに入れなかったんですよ、100位以内に。だからコインももらえなかったし、自分の UR のカードもらえなかったんですよ。本当に半年以上ぶりにもらえなくて、普通に地味にショックだったよね推し面ならいいけど自分のカードでもこんなショック受けるんだと思って。でも今月も取れるかな、1万に入りました、ありがとうございますそう、今の大富豪のカードさ、まあ、先月からなんだけど昇格して髪の毛がアレンジできるようになってから初めてのカードの撮影だったんですよ。だからまあ漏れてる漏れてるで本当に嬉しくて、一応全部の N からシークレットまではちゃんとね揃えられたんだけど、そうやっと来たの、漏れてるの、髪の毛若干巻いてたね。まだね次、なんだろう次の衣装、今月は、まあ、まだ時間があるからちょっと余裕ぶっこいちゃうよね、また多分今の衣装好き、かわいい、かわいい貝殻の衣装か、あれ送ったっけメールかツイッターで、ないか。そうね、だいぶ前に撮影してる、次からも髪型ずっと一緒。そうだね、5着6着ぐらいは同じ髪型、1回にそう、そのぐらい撮影するから。次なんだろう、次も撮影するってなったら秋とかさ冬
冬の衣装だと思う。え、楽しみだな。十二冠の衣装って大富豪のカードあったっけ。いや、ない。アイドルデイズはあるような気がする。かわいいかわいい。そう、十二冠の衣装着たい。一番好きな曲、暑くなってきた。十二冠ないか、やっぱり。のびさんかわいい、ありがとう。チェキもね、そう撮ってたな。この間言ったさ、フィギュアを出してるって言ったじゃないですか、ヒロアカの一番くじとかの。もう飾り始めたらさ、暇さえあれば見てるんだよね写真撮ったり触ったりはしないけど、ただ眺めてる。いい眺めだなと思って本当にいいね、フィギュアって。なんかグッズの中で私一番フィギュアが好きだなって思った。その次がアクスタ、その次がぬいぐるみ。あ、でもアクスタとぬいぐるみ同じぐらいかな。フィギュアが一番いいね。え、本当にいいかわいい。今出したのが相沢先生、トガちゃん、お茶子、とどろきくん、しんそうくん、かっちゃんですみんな全部ね、前回の一番くじのフィギュア。かわいい、本当にかわいい。今はね、6体まだそう、本棚の棚にしか置けてなくて、しかも本棚の棚のね、これがあの高さを調節できる本棚じゃないから、かっちゃんなんか横たわっちゃってるんですよ。いや、本当にやだ。早く買わなきゃいけないんだよね。やばいね。ずっとね、寝る前、寝れなかった時ずっと本棚と服を見てる携帯で一生見てる。みんな同じサイズじゃないの。前回の一番くじの種類なのに、かっちゃんでかいんだよね。なんか立てる透明のさ、やつがすごいでかくて入りきらないの。かっちゃんでかい前々回のかっちゃんもでかすぎて入らないから、まだね、箱の中に入ってるえ、そう、今回、え、でもね、聞いてよ、次もさ、ヒロアカ一番くじあるじゃないですか。その中に相沢先生がいるんですよ。これはもうやるしかないと思って、え、ワンチャンロット買いだよね。最優先は相沢先生なので。そう、でも今回のヴィランの一番くじも本当にロット買いしようとしたんですよ。でもね、ひよっちゃったよねやめちゃった普通にやめちゃった。いや、できるかなって思ったの、店舗で。でもできなくなっちゃって、あー、やっぱ買えばよかったなってちょっとね、後悔したそう、なんかゲームでは課金はしないけど、実際手元に来るグッズとかはお金かけたいなって最近すごい思っちゃって、うんしっかり沼に落ちたよね。やばいわ、本当にやばい。そう、ダビが一番欲しかった。トバちゃんも欲しいけど、ダビのフィギュア本当に欲しかった。でもね、ワンチャン一番くじオンラインの方で再販しそうだなと思ってるんですよ。なんか前回の一番くじも
あともう少しでオンラインの方でねやるっていう情報が来たんですよ。生きてる？生きてるよ動かないね。かわいいそうね、多分ゆずきさんも外に出れないからやってないと思う。ヒロアカ関連で言うとさ、ヒロトラアプリあるじゃないですか。なんかもうさ本当にサブアカの方がいいキャラ出すぎて怖い。10連するたびに毎回 UR が1枚出るんですよ。本物？本物です。生きてるよ、ハッピーさん。寝ようとしてる。もう一瞬、一瞬ならバンされない？本当にいい。だから今サブアカとして動かしてるヒロトラのゲームを本アカの方に移したいなと思ってるんですよ。移せるよね、多分。でも見てほしい。これなんですよ。UR が今 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 枚あります、無課金で。で今の ガチャのさデクとカッちゃんの特攻ついてるカードもあってあるし、シンソクも出てるんですよ。そう、もうね家でやること限られてるからめちゃめちゃやってた暇さえあれば見てた。いや迷うな。いやできるならやろう、時間があるとき。ランクはね弱いですねこっちの iPad の方がランク45って書いてあるよ。本アカの方は50いくつ、55ぐらいかな、50いくつ忘れちゃった。メインクエストどこまで進めてる？あ、全部終わってるハードの方もどっちも終わってるから、もうさ、ダイヤって言うんだっけ、これダイヤ集める方法がないのどうしよう、ジェムだ。ちょっと考えよう。ゲームもハマったらそう取り返しつかないことになりそう。課金はねしたことない、ゲームは怖い怖い。多分ね家族では私しかやってない。髪ね、すんごい伸びた。前髪は今伸ばし中。伸びたよね。すごい、新速無料1回出たのよかった。うん、よいいなぁ、シンソウくんかっこよすぎる。でもね一番今欲しいのトガちゃんなんだよね。あのエンデバーも欲しい。あ、魔法ランプもやってる、フェアリーテールが。相変わらず爆死ばっかりだよ悲しい、本当に悲しい。テクノロギアのさ水着のガチャ今やってて回したら爆死なの、本当に悲しかった。だったらおとなしくねステップガチャやればよかったなと思ったの やば、前髪が鬱陶しいね。金魚、チンアナゴ、タツノオトシゴ、ありがとうございますあれ水着じゃないっけ、浴衣だっけ。
欲しかったな、なかなかたまんないからな。頑張ってたみよ、またあれもう45分ぐらい配信してる。9時になったら終わりにしようかな。普段前読み上げてる？上げてないあ、でもピンで止めてる、横に目にかかって嫌だからうーん、元気でよかった、ありがとうね、元気だよ前髪くる、そうだよ、かわいこちゃん使ってる、かわいい、ケンカ、あ、人でたくさんありがとうございます。そう、ゲンガー使ってる、もののけ姫、そう、昨日もののけ姫見たよ、みんな見たかな、もののけ姫面白いよね一番ゲド戦記が好きなんだけど、もののけ姫も面白い、下がかっこいいよね、やっぱダメだ、やっぱさ、女性、自分が女だから男の人をまず見ちゃうよね、アニメでダメだね、多分男性の方もそうだよね、いや、そうなった、美しいはなかなか言われない言葉だからすごいよね。いや、ハウル、確かにハウルもいいな、ギリ白髪金髪、いや黒髪にもなるか、いやどれもかっこいいな千と千は確かにいいな、エボシさんも綺麗、確かに綺麗だね、見た目と声のギャップ感じたな最初見た時だね、白髪は本当に綺麗、本当に綺麗、自分の願望も入ってるけど、その好きっていう中にすごいいいな。なんか今さ、キミちゃんが髪色すごい可愛かった記憶、最近インスタのストーリーにさ、キミちゃんの写真貼ってあったような気がする、だいぶ前かな、え、可愛かった、元気そうで安心した、ありがとう元気だよ。セミは大丈夫？セミ？カブトムシいるよいるよ、結構数減っちゃったけど、インナーカラー、いや、わかんないけど本当に可愛かった、キミちゃん広がりそうな顔じゃない、確かに顔がはっきりしてるし綺麗だからね、なんかトガちゃんのねコスプレっていうかさ、やったらすごい綺麗な顔になりそう、似合いそう、髪もほぼ金髪だからさ、トガちゃん、ココアも元気、めちゃめちゃ元気ココア元気すぎる、敵キャラまあでもいそうだよね、強そう、綺麗だし、いいなあ、ヴィランってかっこいいよね、腰じゃないじゃん、うん、かわいい、かわいいよかわいい、本当にかわいい、もうちょっと、見えてた？今の動き、私の手で見えてなかったかな、
最初の方さ、お家から出られなくてね、そう、食べ物の話もあったんだけど、あの宅配サービスをすごい使うようになっちゃって、一気に、もうダメだね、ハマっちゃったらその楽さにハマったらダメっていうことに気づいた、この2週間。いつもね、同じものしか頼んでないの。うどんか丼物か天ぷらかそのね、うどんがやっぱさ、すごい美味しくて、本当に美味しかった。もう一回食べたい、お腹空いてきちゃった。そうなんだよ、やだ、食べ物、そう、本当にダメだね。でもなんか物によっては対面で受け取らなきゃいけない食べ物もあって、それがちょっとね、謎だった。なんでだろう、置いてさ、すぐ出れば、出て取ればいいじゃん。何がいけないんだろう。味噌煮込み食べてない、食べたい。正規牛びっくりしない？でもそこまで頼んでないちゃんとね、見てる、いつもカクカクしてる、かわいい。そうだから、いつもね、全部通販で頼んだものもさ、対面で受け取るときは絶対マスクしてるし、そう、そうなんだよ、大変だねかわいい、見えた、赤ちゃんみたい赤ちゃん、そう、この期間、そうだね、メイクはほぼしてない。楽だった、楽だけど不健康だったの。なんかやっぱ動いてないから、肌荒れがね、治ると思いきや治らなくて大変。あ、でもこの、あ、でも、あ見えるな、ピータン怒ってる？怒ってないあ、すごい、今チンアナゴがハッピーのこの頭の部分からできた、わざとかわいい。見えた人いた？一緒かな、みんなと画面、かわいい。今すごい、なんか寄生虫だったよ、チンアナゴが、かわいいありがとう怖っ。9時になったら終わりにしよう、9時ぐらい。え、24時間テレビもやるんだ。あ、21、22か、まだ、もうそんな時期か、早いね。はい、あ、久しぶり久しぶりに言った、いるんだね。あ、ここだった今。え、同じ場所じゃないの、このアニメ、アニメーションギフトの。肌が白くなった。え、そう、本当に白くなった、ずっと家にいるから。かわいい、かわいい。かわいい。あ、そうだ。今日の SK48 1+1+1 は3じゃないよのラジオで、次のシングルのカップリングの世界の山ちゃんさんとのコラボの曲が初解禁するので。皆さんぜひ聴いてください。私も絶対聴く、初解禁だからさ、もちろん私たちも完成された曲を聴いたことがないんですよ。そう、全部撮ったけど曲はね、そう、聴いてないから楽しみ。何時ぐらいだろう、
最後らへんかなやっぱり。え、そう、みんな見てね、見てねじゃない、聞いてね、ラジコ、そうラジコ、そう、まだ聞いてないの、多分メンバー誰一人聞いてないんじゃないかな。歌覚えてる？覚えてる覚えてる本当に面白かった、楽しかったもん今思い出して笑っちゃう、本当に面白かったイカフライ食べてないの、え、食べてない、本当に。山ちゃん、山ちゃんさん、山ちゃんさん、世界の山ちゃん、これは3つけない、様の方が分かりやすいか。そっか、いろいろみんな気になる部分があるのか、公開まで楽しみにしててねそう、どこまで解禁されてるの、曲名は、ん、タイアップとしての曲はあれか、出てるもんね、情報が世界の山さん、なんかわいい山ちゃん様、あ、様の方がいいね、ビタ、そっか、楽しみだな食べたい、私も手羽先、あ、そう、ティーンズユニットのさ衣装めちゃめちゃ可愛かった、本当に可愛かった、まあ、メンバーが可愛いからさらに可愛い衣装着てるから可愛いんだろうけど、本当に可愛かった、あれももう自分の衣装ってことだもんね、すごいな、羨ましい、いいな、世界のスーパーヒーロー、あ、合ってる、出てるのか曲名、もうどこまで言っていいか分かんなくて自分から何も言えないんだよね、いつも聞くしかない、みんなに申し訳ない、へえ、そっか、サインもいつ届くんだ、9月1日かな、発売日と同時に届くのかな、サインと手形、楽しみにしててね曲名だけ解禁、そっか、あ、曲が今日のさんじゃないか、楽しみだな、何時かな、でもやっぱ初解禁ってなると最後にまで持ってくるよね、最後までじらすよね、まあ、じゃなきゃダメだよねそうだよね、最後まで聞いてほしいしね、そう、あ、そう、なんか今さみんなヒーロー弁当を食べててあの羨ましいなって思ってました4人じゃないよね、さ、そう、収録しに行ったらありがたいことにお弁当をいただけるじゃないですか、そう、すみっこ暮らしとヒロアカが今コラボしてて、ちゃんとちゃんとあれまでついてくるんだと思ってびっくりした私あとだいたい収録が最後のグループが多くてお弁当がもう残りで決まってるんですよ、そう、だから、まあ、いつか収録に行ったとしてもないんだろうなっては思ってますそう、いつも最後のグループが多くて食べれてないの、食べれてない、でも前回の谷さんと一緒の収録の時は食べました、なんだっけな、定番の美味しい海苔弁当かな、美味しかった、本当に美味しかった、その場で食べずにお家に持って帰って食べましたそう、向こうだとね時間がないんですよ、私はそ
そうなんですよね。ちくわ揚げ入ってた、入ってた、入ってたよ。え、そう、鶏盛り弁当、え、美味しそうだなと思った。誰かな、レオナさんが写真撮ってた気がする。本当に美味しそうだった。うなぎない。私が行った時、あの時はいつもその海苔を、海苔弁当と、しらす、じゃこ、わかんないが一つ置いてありました。美味しかった。美味しかったよ。食べるの遅い方、遅いのかな。でもね、大好物は本当に早く食べちゃう。太る食べ方をしちゃう。タレが美味しい。食べたい。お腹空いてきちゃった。あお弁当で、そう、めちゃめちゃありがたい。本当に思う。好きなものはね、先に食べないかもしれない。後に取っとくかな。最近ね、今日もね、私4時ぐらいに寝たんですよ。寝れなくて、もう一生 TikTok 見てて、もうそれがまずダメなんだけどさ。流れて、おすすめに流れてくる強めの黒髪の女の子が本当に可愛くて、もうああなりたいなってずっと思いながら動画を見てる。本当に寝れないの最近。まあ疲れてないっていうのもあるんだけど、本当に寝れないの、やばいの。多分今日も4時ぐらいまで寝れない。TikTok は一回見ちゃうとね、止める瞬間がわからなくなっちゃう。YouTube はさ、だって動画が止まるじゃないですか。一回の動画に5分とかって決まってるから、あ、もう終わっちゃった。あ、じゃあ終わりにしようってなるんだけど、ダメだね。TikTok 無限だもん。一生流れてくる。広告もないじゃん。全然。今なら明るくなって、そう、若干明るいの。そうなんだよ。何時に起きてる？ね、あ、でも今日はね、9時半ぐらいに起きた。4時とかに寝たんだけど、普段だったら4時に寝たら絶対11時ぐらいに起きる。でもね、そう、さすがにもうね、練習する期間、できるようになる期間になるから、昼夜逆転を直さなければいけないんですよ。本当にやばい。え、でも今日14だっけ。あ、あとちょっとだ。あとちょっとだ、あとちょっとだ。でも今しかね、本当にこの生活はできないから、ありがたいお休みだなって本当に思う。足もだってさ、治ったし、まあ、実際にはね、病院行ってみなきゃ中身は分かんないけど、気持ち的には足痛くないので今。そう、そうなんだよ。そうだね。あとはもうネットショッピングを本当にやめたい。明日だね。あ、今日14、そうだね、明日だ。そう、本当に掃除できたのがすごい嬉しい。え、明日でお盆休みが終わりなの？え、そうなの？おばあちゃんに会いたかったな。去年はね、会えてた。でもね、これからはもうね、あれだね、コンビニ生活になるので大丈夫。食べ物の配達は使わないですね。
あ、明後日からなんか仕事なんだみんな。頑張ってね。私も頑張らなきゃいけない。同じだみんなと。7から15。あ、でもお盆休みもなかった人もいるのか。大丈夫？14。待って、もう9時だ。終わりにしなきゃ。ランダムで大富豪やろうかな。自分のカードか。いや、ルカさん、オシリンさんって今ランキングどのぐらいなんだろう。ピンチだったらそっちのカードデッキ優先で大富豪やろうかな。まだね、自分も自分のランキングに入ってないんですよ。まだ時間あるけど、さっきルカさんだ。いいな、ルカさんの称号欲しい。4分と9分ルカさんの大富豪って。でもな、本人登場シーン見られるのはちょっと気まずいから嫌だな。称号欲しいけど。やだ、本当に見られたくない。やだ、本当にやだ。どうしよう。まあまあでもそうだね、ランダムでやります。時間は決めません。そう、そこが重要なの、私にとって。本当に本当にやだの。猫ちゃんの名前はハッピーです。動かないね。あ、いた。ごめんね、ハッピー。配信終わりよ、ハッピー。かわいい。おはよう。かわいい。あみたん、かわいいね今日。私の腕で見えてないね。かわいい。終わりにします。大富豪は配信が終わってランダムでやります。1時間できるかな。いや、久しぶりにやろう。10時までやります、ランダムで。ランキング、ランキング見やすくなってる。すごい、変わった。あー、押せない。1位スコディッシュのアバターさん、2位サンさん、3位カレーのアバターさん、4位ハッピーさん、5位サさん、6位ハッピーさん、7位ハッピーさん、8位日産、9位ハッピーさん、10位、あ、違う、あれ、8位ハッピーさん、9位ハッピーさん、10位、10位が日産、11位がハッピーさん、12位サさん、13位ハートのおたさん。皆さんありがとうございました。大富豪ランダムだけど、当たったらよろしくね。みんな今日ゲリラだったけどありがとうございました。またいつか配信で会おうね。バイバイ、おやすみなさい。